表活動があるため、各地で新体制発表をさせていただきます。自分は YouTube で一つの目標のタイトルを取りたいと思っています。そのために、リギュラーを取り、一試合にも多く、一戦にも多くゴールを取れるように頑張りたいと思います。また、自分がプロになるためも、様々な人の支えがあってなんだと思っています。その人のためにも、サッカーで恩返しができるように頑張ります。そして、サポーターの方々へ、自分はヒデ君と間違えられやすいので、一人でも多くのサポーターに自分の名前と顔を覚えてもらえるように頑張ります。そして、絶対目を見てください。今年1年間よろしくお願いします。